皆さんこんにちは、卓球プロチーム金沢ポートです。今回は新しい企画として監督の私が選手に挑むということで、今回は五十嵐選手と吉田選手を対戦をしたいと思います。まず第1試合目は五十嵐選手と体重が同じなので体重同じ対決ということで、私は162センチの78キロ、五十嵐選手は182センチの78キロです。ということで、どちらが重たいのか。五十嵐選手、抱負をお願いします。選手として監督に負けていたら試合に出れないので、絶対勝ちます。吉田選手、コメントお願いします。そうですね、監督が現役の時に1回勝負して、まあ、その時も勝ってるので、今回も負けるはずないと思います。ちなみに僕は吉田選手と多分50試合ぐらいしてるんですけれども、多分45勝ぐらい僕はしてると思うので、今のところまだ勝ち越してます。大体小学生の時にしました。ということで、皆さんお楽しみに。プロチーム金沢ポートです。本日は重大なお知らせがあります。ファンクラブがですね、立ち上がったんですけれども、ファンクラブに入っていただいた方、ファンクラブ会員限定企画として選手4人の特別な講習会を企画いたしました。日本人の4選手、松平健太キャプテン、吉田正樹選手、五十嵐文也選手、そして田中裕太選手、4人の選手にそれぞれの得意技の講習会をさせていただきます。2時間というところなんですけれども、1人30分間の講習会ということで、4人のトップ選手がいるというところは本当にない機会だと思いますので、これは1年に1回の企画となっております。ファンクラブに入っていただいて、金沢ポートを応援したいと思ってくださる方々へのとても重大な我々としても企画イベントになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それぞれ1人ずつ何をするかっていうのを僕がご紹介するので、本人たちからもコメントをもらいたいと思います。まず松平健太キャプテンには世界を翻弄してきた台上技術、レシーブからいろんなことの台上技術を教えてもらいたいと思います。一言コメントお願いします。台上もストップ、ツッツキ、フリック、チキータ、まあいろいろあるんですけど、まあ、僕はチキータは得意ではないんですけど、袖以外の部分は得意なので、どちらかというとフォアでやるやつとかバックのつつきだとかそういうのが得意なので、フォアのでの技術だったり、あとはレシーブですね、レシーブの台上も得意としているので、いろんなことを本当に聞いてもらえたらなと思います。お願いします。ありがとうございます。次は吉田正樹選手は日本のトップクラスと思われる重たいフォアドライブを解説してもらいたいと思います。コメントお願いします。フォアハンドだけは自信があるので特に回転をかける技術だったりとか、まあ、自分としては得意だと思っているので、なかなかフォアハンドで強い球が打てなかったりとか、回転がかけれなかったりとか、そういう悩みがあればいろいろと教えるので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。五十嵐文也選手にはサーブの講習会をしてもらいます。五十嵐選手はとにかく YG サーブ、巻き込みサーブ、順回転のサーブ、本当にいろいろな種類のサーブを高い次元で使い分けるので、とにかくいろんなサーブを覚えたいんだであったりとか、それぞれのサーブに対して解説をしてもらいますので、ぜひ来てください。本人からコメントお願いします。サーブは1球目攻撃と言われていて、自分で自由にどんなサーブでも出すことができるので、何でも教えますので、分からないことがあれば何でも聞いてください。お願いします。ありがとうございます。田中裕太選手はですね、今日本代表選考会で頑張って戦ってくれているので、本日はこの動画撮影が欠席になっているんですけれども、彼の世界に通用するバックハンドを教えてもらいたいと思います。
ということで、この4人が30分ずつ、教えさせてもらうというところで、本当に貴重な企画だと我々は思っているので、ぜひ金沢ポートのファンクラブに入って、ファンクラブの方しか参加できない企画となっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。よしよしよし。
よし、よし。お。ありがとうございました。いい試合だった。